あさって9日、スペインのカタルーニャ州で独立の賛否について住民の意見を問う投票が行われます。カタルーニャ州の州都はバルセロナ。サグラダ・ファミリア教会などガウディの建築群でも知られています。さらにこちら、サッカーの FC バルセロナ。このユニフォームのデザイン、実はカタルーニャの旗をモチーフにしてるんですよね。でさらにチームの愛称、バルサ、こちらもスペイン語ではなくてカタルーニャ語なんですね、独自の言語と文化を守ってきたカタルーニャの人々、投票前にした市民の思いを取材しました。バルセロナの観光名所、旧市街の一角に住民投票への参加を呼びかけるテントができました。こちらご覧ください。11月9日、独立に C、賛成と書かれています。町では今、あちらこちらで投票へ向けた準備が進んでいます。中心部にある改築中のビルにはこんな巨大広告まで登場しました。国に市民の意見を伝えたいという思いが高まっています。実は今回の投票、スペイン政府の反対を押し切って強行しようとしています。スペイン政府は住民投票を州レベルで行うのは憲法違反だとして認めていないからです。No existen soberanías regionales, ni provinciales, ni locales. No existen, ni se pueden crear, ni se podrían admitir, al menos con esta constitución. 国の訴えを受けた憲法裁判所は、住民投票の実施を差し止めるよう州政府に命じます。これに対し独立支持派は、7万人のボランティアを動員し、電話で市民に投票への参加を促しています。ジョアキム・ブルさんです。通常の投票所が使えないため、独自に設置する州内1200カ所余りの投票場所を伝え、参加を呼びかけました。Seguro que la gente ha encontrado muchísimas personas que están indecisas o que no sabían exactamente. Hoy の投票を将来の独立につなげたいというブルさん。そう考えたのは、息子のペラ君の世代に独自の言語カタルーニャ語を引き継いでいきたいという思いからでした。Que las murallas de Barcelona van ser atacadas y la gent de Barcelona, que eren aquests, defensaven tots els nostres avantpassats. 300年前、スペインとフランスの連合軍に敗れ、独立した地位を失ったカタルーニャ。その後、独裁政権時代などに何度も弾圧されながら、人々はカタルーニャ語をはじめ、独自の文化を守り続けてきました。ブルさんは自分たちの文化が今再びスペイン政府に脅かされていると感じています。Están saliendo leyes de educación para españolizar a los niños catalanes, considerándonos como si fuéramos que estamos fuera de la comunidad y que tenemos que corregir esa enfermedad. Y eso nos daba una sensación de peligro。息子のペラ君が通う小学校です。州内のほとんどの学校ではカタルーニャ語で授業が行われています。しかし去年11月、国の議会は新しい教育法を可決し、スペイン語を望む生徒が
クラスに一人でもいれば授業はスペイン語で行わなければならないとしました。Sería muy fácil que en cada centro hubiese una persona que pidiese hacer la escolarización en lengua castellana, entonces no habría ningún centro que enseñase nuestra lengua. Y es una lengua que lleva pues, más de 1000 años y entonces hay que defender. Antes se hacía con las armas porque no había otro lenguaje, no había posibilidad de ir a votar, ahora sí.投票を間近に控え、ブルさんは連日仕事帰りに広場で投票を呼びかけています。スペイン政府と争いたいわけではない、ただ自分たちの文化を息子の世代に残すためには独立するしかない。カタルーニャの人たちの間で今こうした思いが広がっています。Un país para que se equivoquen y lo construyan. Ahora me emociono. ¿Qué me has tocado? Una mierda de sobra. Pues eso, que no tengan que pelear con nadie, que no tengan que su país sea para ellos lo que ellos quieran. 300年ってありましたけど、長い年月を重ねた思いがあるんですね。人々の必死な思いは伝わってきましたが、どうなるんでしょうか。ここからはバルセロナにいる権平記者に聞きます。権平さん、スペイン政府は憲法違反だとして投票を認めていませんけれども、投票前にしたバルセロナの雰囲気はどのような状況なんでしょうか。はい、私の後ろではですね、この後夜コンサートなどのイベントが開かれます。あさっての投票を呼びかけるものでして、主催者側はですね、8万人の参加を見込んでいるんです。市内各地ではボランティアが連日その投票を呼びかけるチラシを配布しています。投票に向けた機運が高まっています。そしてこちらですね、これ投票用紙のサンプルなんですが、カタルーニャ州が、国家として独立することに賛成か反対かということを聞いています。こちらで取材をしておりますと、スペイン政府がその強く抑え込もうとするほど地元では反発が強まっているのを感じます。急進的な独立支持派の野党も今人気を集めているんですが、その党首に話を聞きました。Porque el gobierno español no nos prohíbe ser independientes, nos prohíbe incluso el hecho de poder votar. Es una constatación cotidiana de que el gobierno español no quiere negociar y que por tanto la sociedad catalana debe intentar decidir su futuro. Gondera-san, Cataluña はたくさん企業もあって、スペインの中で経済的には豊かですよね。こうした要因も独立への動きをこう後押しする形になってるんでしょうか。そうですね。カタルーニャ州はですね、国の GDP 国内総生産のおよそ 20% を占めまして、隣国ポルトガルの一国に匹敵する、国内最大の経済規模です。おっしゃったように投資環境も良くて、海外から多くの企業が進出しています。日本もですね、カタルーニャ州に進出している企業が160社余りと、スペイン全体の 70% がここに集中しているんですね。こうした中でその市民の間には、自分たちの税金がその中央に吸い上げられて貧しい州の方に回されているというその不満意識が強いんです。逆にスペイン政府としましては、その厳しい財政運営を続ける中で、こうした豊かな経済的に豊かな地方が独立することは避けたいというのが本音です。カタルーニャ州とスペイン政府の間で対立が深まっているようですけれども、今後はどうなりそうですか。はい、州政府側は独自にその投票所を設置するなど、投票を強行する構えです。最新の世論調査ではですね、過半数、およそ半数が独立に支持しています。結果そのものにもちろん法的な拘束力はないんですが、仮にその投票が行われて過半数が独立に賛成すれば、この独立を求める動きがさらに高まることも予想されます。一方でスペイン政府ですが、これを断固阻止する構えです。カタルーニャ州の動きが
バスク地方などその他の地域にも広がることを懸念しています。カタルーニャ州、州内およそ950の自治体に対してですね、学校などを投票所として使わせないよう指示する通達も出しました。さらに当日は州の警察がその違法行為を取り締まるようしっかり監視することを求めたんです。求めました。¿Qué es lo que pueden hacer? Yo confío en que se cumpla la legalidad. Y nuestra legalidad, nuestro Estado de Derecho, contempla mecanismos siempre legales para hacer cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional en el caso de que se produjera.